久しぶり。おい、火花、また浮気か？何言ってんの？お前だ、そこの白いの。俺様と火花の中に入ってくるなら落書きファイトで勝負してからにしな。物めっちゃ強えからな。落書きファイト、ダメだよ。物は城のやつだから追われてるんだから。せやねせやね。大丈夫だ、俺についてこい。お、ついてこいだって。その俺どこ行った？ちょっと行ってみますか。一旦ちょっとセーブを挟みます。結構やってんだこのゲーム。7時間。さあどこだどこだ。予選会場かな。このペンジェルもね結構完全体に近いんですよ多分。これあと上に角一本生えたら終わりっしょ。あれ？まあいいや、ちょっと一旦こっち、あれ？あ、いけない、いけないわ。いつもね、この柄悪いおじさんよく見てるんだけど、ここかな？そしたら秘密のギャラリー。へえ、そうだ、なんだ秘密のギャラリーって。ずっとね、顔怖いやつがね当選簿してたんですよ、ここ。お、お、抜け穴じゃん。お、闇闘技場みたいな。え、めっちゃかっこいいじゃん。え、跳ねかける人じゃん。お前かーい。モノめっちゃすげえじゃん。こいつが大会に出て優勝すれば OK じゃん。いや、相手が悪かったよ、うん、天下気にすんなって。なんかモノもねこう物儚げな顔をしてるんだな。火花、一緒にあの空き地を守りましょう。うん、あんたから言われるまでもないわ。地下ギャラリーで戦えば本当に僕たち100万ゴールド集められるかも。あれ、ここ闇賭博場みたいなことなの？戻ってきた。あれ、戦えないのこれ？あ、ここは地下ギャラリーだ。あ、そうなんだ。帝国のやつらな、頭固いからね。あ、入る入る。じゃあせっかくなんで土星くんとか。あ、でもちょっと相手の落書き強そうだったな。落書き強化が足りないかもしれない。はい、じゃあ土星くんスタートで。怖っ。どうしようかな。まあ得意な攻撃入りで。よしよし、強っ。もう HP の半分ぐらい持ってった。でここはまあ魔法が通るから魔法で、向こうも魔法だと思うから魔法読みバリア。チャージか。まあ変な深読みをしすぎた。ここねチャージ打ちたいけどな、 HP 満タンだからな。ここ得意のバリアで来るんじゃないかな。どうだろう。雷、いいね。読みも当たってる。しゃあノーダメージで一人突破。いい感じじゃないこれ。戻りなさい。声渋いね。かっこいい。マジシャーニ。ずいぶん独特な落書き、結構好き。ここはねチャージで。ちょっと HP はね回復しないけど、ここはね、まあ素直に魔法でいいかな。冒険に出なくてもいい気がする。さあさあ勝負勝負。
バリアが正解だったんだけど、まあこっちね結構リード取ってるんで、そんなに冒険しなくてもいいはず。で次攻撃通るんで、まあ次チャージだと思うけど、ここで攻撃をお見舞いする。あ、攻撃で来る。結構危なかったな。スピン、あ、一番似合う技じゃん。どうだこのベイブレードのような土星スピン。いいね、2連続で勝ってる勝ってる。お、相手のエースかな。チャージから入りたいけどな。2体できるかな。まあチャージで。バリアは耐えるけどね、次の攻撃を耐えない気がするんだよね。きっつ。向こう魔法安定と、だからバリアで。うわあ、マジか。バリアをバリアで 133? やばくない？これ2体ぐらい油断したら持ってかれるぞ。まあ向こう攻撃技次選べないから、勝負に出るか。ここ安定コードはバリアなんだけどね。でも相手の安定コードもバリアだから、ここはね攻撃でいきます。勝負に出てチャージ。うん、意味ない。熟考。いやでもちょっとチャージ後の攻撃受けたら結構きついな。きついからちょっと魔法で妨害できないか、ワンチャン。よしよしよし。ここでね攻撃ぶち食らうのが負け筋だったからね。で攻撃封印する。でここはバリアの通りがいいからバリア。さあさあ勝負勝負。よしよしよし、いい感じなんじゃないかな。旦那の技しかと見させていただきました。よし、あれめっちゃもらえる。めっちゃもらえるじゃんこれ。ガンガン稼げんじゃん。ちょっとねめっちゃ稼げるから、もう一戦ぐらいやってこっかな。普段はねあのレベリングね、通常の対戦はカットしてるんだけど、まあ、たまにはこういうのもいいかな。よーし、対戦よろしく。おお、結構気持ち悪いな相手の落書き。ここはどうしようかな、攻撃からで。なんちゅうかのー、気合蹴り。こっちはもうねこの可愛い先生のマスコットで結構ダメージ入る。相手どうだろう。お、こっちの方がね HP とは少ないけど防御高いのかな。一旦チャージで流れ変えて、まあここはまあ魔法安定なんだよね、魔法で。ああ攻撃打ってればよかったな。攻撃打ってたら落とせてたかも。どうしようかな。ここ攻撃で、うえ、読まれていく。結構きついな。魔法呪い。ここバリア安定なんだよな。チャージで。なんちゅうかのバリアかな。ここはね安定コードで正解でしたね。さあ次マルチ。目ん玉やば。どうやるんじゃったかの。こいつも結構絵が独特だな。よし攻撃で。まあそうだよね。まあどの道ね結構耐えるのきつかったから。いい気分じゃ。いいかな、このリードを守っていけば順当にいけば勝てるはず。はい、じゃあ次はね土星くんで。さっきの試合も大活躍したからもうここでね見せてくれるはず。次は攻撃の通りがいいから攻撃。うお結構効くね。強っ。
100超えの攻撃平気で飛ばすもな。ここで一旦チャージされたのは結構痛いかもしれない。魔法で、よしよしよし。ここで結構サクサク落とせたのはでかい。戻って取れる。よし、じゃあチャージから入ります。攻撃混乱はね、次のターン攻撃打ちたいしそんなに問題ないけど、混乱してしまう。でも次攻撃の通りいいから、どの道攻撃で混乱した。攻撃雷になった。強くなったんじゃない？強っ。一撃めっちゃ強くない？もうかっこよかった。土星くん、あそこ行けるようになってる。一応ちょっと予選のとこ見てっか。予選行けるんだったら予選行っちゃった方がいいし。お、やってってるみたい。ついでなんでやっていこうかな。そしたら トマトマンもうちょっとね、あのデザイン良くしてあげたいという気持ちはある。次チャージ打たれても突破できそうだな。うん、ストレートで突破。アンパンマンみたい。いやー、でも相手 HP 高いね。魔法タイプのくせに攻撃も結構強いぞ。最近ね、友達がね、名古屋に旅行に行ったんですけど、お土産でね、つけて味噌かけて味噌っていう味噌買ってきてくれたんですよ。これがね、めっちゃうまい。味噌の話してたら逆転されたわ。いや、1だけ残ると結構きつ。こっち先に動けたのはありがたい。あぶねえ。いや、負けるかと思った。なんとか勝てた。よっちゃいねえんだよ。目いっちゃってんじゃん、ね、よし、じゃあちょっとキバに話しかけてみよう。何かけますか。羽、お、ようやく羽が手に入った。嬉しい。極細ペンで描けば羽は美しく羽ばたくだろう。じゃあちょっと極細ペンもね、ついでに買ってこうかな。そしたらね、